2月15日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは気圧配置から見ていきましょう。月曜日から火曜日にかけて低気圧が急速に発達しながら日本付近を進む予想です。このため週明け月曜日はだんだんと雨の範囲が東日本、北日本にも拡大する見通しです。だんだんと風も強まることが予想されますので注意が必要です。では天気の移り変わりを見ていきましょう。特に西日本は午前中を中心に雨が降り強まる可能性があります。日中は東日本や北日本にも雨や雪のエリアが拡大する予想で降り方が強まることもあるため十分な注意が必要です。だんだんと強まる風、沿岸では高波にも十分ご注意ください。特に地震の揺れの大きかった東北地方などでは地盤が緩んでいる可能性も考えられます。雪崩や土砂災害などにも十分ご注意ください。また日中は前日ほどは気温は上がらない予想です。特に夜は西日本ほど寒さが増してくる予想となっていますので体調にも気をつけてお過ごしください。15日月曜日の天気をお伝えしました。